現役で宅配サービスをやっとるよ。なんかあれやな。ちょっとさ、パッと見た感じさ、ブルマと亀仙人みたいじゃない？皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月6日水曜日の午前11時48分です。そうそう、今日はエイブルシスターズのご姉妹の琴乃さんが島にいらしてます。リサーチにご協力くださる方を探したのことですので、ご都合のつく方は広場で琴乃さんにお声掛けくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。あれか、しずえさんってずっと琴乃さん呼びやったっけ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。めちゃくちゃラフじゃない格好。超なんかリラックスしてますって感じ。なんかこういう感じのおるよね。はい、それじゃあ、あ、そうよ、もうお金を引き出していっとかんといかんのよね。9万ベルぐらいしかなかったような気がする。元気そうで何よりだわ、素敵ね。おしゃべりしよう。あなた、今日はどんな過ごし方を？いつものルーチンを思いっきり破って何か冒険してみるのもいいわよね。素敵ね。今日は予定特にないけれど、てかあれをね、夏場ってなかなか外に出たくないよね。できる限り。おはよう、朝から気合い入ってんなーの心。話しに来たよ。トレーニング後のクールダウンも筋肉には大事だからな。しっかりやっとけよの心。ありがとう。ねえ、めっちゃ水出しっぱなしなんだけど。は、定期的に出しっぱなしになっとるのめっちゃ気になる。あやっほー。あら、ゆなさん、こんにちは。今日もデザイナー修行のためお邪魔させてもらってます。よければまたいつものようにコーディネートを見せてほしいんです。今回見せてほしいのはステージに立つ時のコーディネートです。ステージといえばアイドルやミュージシャンによる華やかなライブがイメージされますよね。もちろんステージといってもいろいろあります。ミュージカルやオペラなどの舞台演劇やコントショーの衣装でもいいですよ。参考用としてステージのイメージな服をお渡ししておきますね。ステージのイメージな服とは甲冑？要は演劇系ってこと？私の中ではこれがステージのイメージなんですが、どうぞアイラさんのセンスで自由にコーディネートしてみてください。甲冑がステージのイメージ、なんかすごい偏ってない？全くそんなイメージないんやけど。私はここにおりますんでよろしくお願いします。じゃあとりあえずまずはステージ衣装を揃えていきますか。私の中ではステージって聞いたらもうパッとアイドルって思い浮かんだんやけど。なんかアイドルっぽい感じのドレスあったよね。ドレスっていうんかな、ワンピース。木製クローゼットで着替えようかな。はい、着替えます。それじゃあまず私が思っとんのがね、どこだ？なんかこの辺じゃなかったっけ？あ、これか？卵のパーティーワンピ。違うな、こっちや。夢川のドレス、これこれ。これに、靴は？あ、てかこっち、頭どうしよう。リボンとかかな？ちっちゃい？すごい真剣に。でっかい方がいいかな？ちょっとバカっぽいかもしれんけど。で、ちょっと足元。足元さ、ちょっと大げさなぐらいの方が、かわいいよね、きっと。地面の卵の靴。こんな感じ？色味合いすぎてあれかな？紫。あ、こっちの方がいい？魚の卵の靴。これ何？骨身。いや、本当はね、日常生活的な感じやったら、この辺、パンプスとかがいいかなって感じなんやけど、やっぱアイドルって考えたらね、日常ではないけん。ウッディ。魚かな。ふっ、そこ真剣に。岩の卵。へぇ、どれでもいい、どれでもいい気がするけど、とりあえずこんな感じか。じゃ、これで、メガネ外しとこうっと。メガネ外して、ちょっと生意気やけん、風船ガムものけて。髪色も変えてこっか。なんかピンクピンクしすぎとるけんね。ね、それはそれでいいかもしれんけど。
とりあえずこんな感じ。あ、星のポシェットみたいなのもつけた方がいいかな。え、なんかあったよね、そういう感じの。どこだ、どこだ？ん？下の方か。あ、これこれ。スターなポシェット。あー、いいじゃん、いいじゃん。じゃ、これで、ちょ、髪色変えよう、髪色。木製の姿見でイメチェンしようかな。はい。めっちゃなんかちょっとおバカな感じの格好やけど、今。え、色味、どんな感じがいい？紫、オレンジ、赤。あ、この辺いいんじゃない？緑。緑でいくか。よし、これで。緑なんかな？水色？なんかちょっと微妙な感じの色やけど、こんな感じ。え、可愛くない？よし、これでいこう。どう評価してもらえるかな。私でこの髪色、珍しい気がする。基本ね、私何のゲームでも、一番最初はピンク。まあ、ピンクって名前についてなくても、ピンクっぽく見える髪色にするのと、あと明るめの茶色とか、金髪か、あと白もあるかな。着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネート、もう見せてもらっていいかしら。OK。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どうですかね。まあ、こんなに完璧なコーディネーター見たことがありません。マジで、もうなんか飛び抜けてアイドルっぽくしてきた。身につけているアイテム一つ一つがステージというイメージを形作っていて、素晴らしいです。確実に非現実的な感じよね。ほんまにおいらさんは抜群にセンスをお持ちですね。さすがです。おおきに。お礼の仕立てやクーポンも後でお家に送っておきますね。ぜひ今度使ってください。あとこれもどうぞ。私がデザインしたものなんですよ。気に入ってもらえたら嬉しいです。ケイトさんのね、デザインしたやつってさ、全体的にすごい派手なんよね。私が好まないビビットピンク系やけん。ケイトのカットソーです。これも私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。ぜひもらってください。できたばかりの新作なんですよ。今後仕立てや並ぶようになると思うので、よかったらまた見てくださいね。いつもほんまにありがとうございます。また来るときもよろしくお願いしますね。どんなんどんなん？これか？ケイトのカットソー。お、ピンクじゃない。青かった。なるほどね。まあ、夢かアドレスに戻るわ。何の話中？なんだよ、人の顔じろじろ見て、ため息なんかついちゃってさ。え、さっきまでそんな険悪な感じやった？楽しそうに話してなかった？あなたを見るたびに思うのよ。常にエレガントでいなくちゃって。エレガント？そんなこと初めて言われたよ。つうか、元無人島なんかに住んでエレガントとやらなれんの？そこ。分かってないのね。都会の生活だけどエレガントじゃないわ。どこで暮らしていようと、気高さを忘れずに美しく生きていれば、エレガントな女性と言えるのよ。まあ、うん、気高い感じ。ますますうちから遠ざかって気がするけど。まあ、あれかな。内面からにしんでしゃってんのかな。うちに秘められてエレガントさが。あなたがエレガントですって？何を勘違いしてるのかしら。よね、ハンナちゃんめちゃくちゃ前向きと思った。確実に反対の意味というか、ちょっと小馬鹿にする感じやと思ったんやけど。私はあなたを見ながらこんな風になったらいけないって自分に言い聞かせてるだけよ。素敵ね。うん、そういう意味にとったよ。やけ、私の捉え方がちょっとおかしいんかなって思ってしまった。あー、はいはい、そんなこったろうと思ったよ、だってね。大丈夫、険悪にならないでね、お二人。仲良くしてね、ちゃんと。あ、そうよ。で、私はお金を下ろしに行きたかったんだよ。え、でもすごいご機嫌やね。よかった。ハンナちゃん。なんか本当にこの髪色が新鮮で新鮮で。自分がプレイしよる女の子で。とりあえず、どれぐらい？引き出し、5万ベルぐらい引き出しとこうっと。オッケー。ご利用ありがとうございました。はい、終了。
ということで、パニーさんの島へ向かいます。はい、到着。オーケー、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際は声をかけてください。これで、あと2つかな。な、あ、ことぶきさんやん。え、あ、そういう収納がどうのこうのって言ったよね。なにこれ。え、園芸、園芸なんちゃらかんちゃらって書いてる。え、書いてるよね、漢字でちゃんと。やあ、エナさん、荷物の配達預かりサービスをしてくれる寿さんが来てくれたよ。じゃあ要は、え、ここでその荷物を受け取ってパニーさんの小屋で使えるってこと。お前さんがいるのか。わしは寿じゃ。自分の家に運んでほしい荷物や持ってきてほしい荷物があるときはいつでもわしに声をかけてくれ。あ、てかそうか、ここ自体がさ、なんか市場というか、なんかちょっとしたそんな感じになっとるけん、ここで買い物してそれを送ってもらえるってことか、家に。え、めっちゃいいやん。超いいやん。一度は隠居してみちゃったが、若いもんに負けんようバリバリ働くぞい。これからよろしくな。そういえば、ことぶきさんは集まりになってからは一回も、ん、姿は見えてなかったんやっけ。え、そうやったかな。いやー、ことぶきさんにはバカンス気分でのんびりしてもらうつもりだったんだけど、余計な気遣いだったかな。私はこの辺でおいてもするから、アイナさんはゆっくりしていってくれたまえ。まさかのことぶきさん。あ、でもね、確かに、いや、なんか向こうの島にもやってくる人たちよりも、ことぶきさんみたいにね、もう今まで、あつ森に全く出てきてなかったが、過去キャラに来てほしいね。どちらかといえば。どうも。改めて自己紹介をさせてもらうが、わしの名はことぶきじゃ。お前さんは、アイラというのか、どうかよろしくな。わしも随分と年を取ったが、まだまだ若いもんには負けちゃおらん。現役で宅配サービスをやっとるよ。なんか、あれやな。ちょっとさ、パッと見た感じさ、ブルマと亀仙人みたいじゃない。めっちゃ。わしに声をかけてくれたら、お前さんの家の収納に物を送ったり、収納から持ってきたりと自由にできるぞい。なかなか気の利いたサービスじゃろ。必要な時はいつも声をかけてくれ、かけておくれ。うん、めちゃくちゃ便利やと思う。良きやね。なんかさ、あの、他の子たちがさ、みんなポキーっとしてる中、ね、みんなポキーっとしてる中、あそこの夫婦だけめちゃくちゃ働き寄る感が、あるよね。あ、もうあとここ一箇所だけかな。ここで終了か？あ、ぽいね。あと一箇所や。ここは一体、何やった？こんにちはでございます。ただいま、当たると評判のミス。あ、パッケミーか。なるほど、なるほど。うん、ここはここはね、集まりになってから出てなかったよね。ただいま、当たると評判のミステリアスの占い師をお招きするための募金をしておりまひ。目標の10万ベルに向けて、現在4260ベルの寄付が集まっておりまひ。目標まであと9万5740ベル、1ベルから受け付けておりますので、ご協力よろしくお願いいたしまひ。はい、協力します。間違えた。間違えた。はい、オッケー。95,740 ベル募金いただけますか。はい、します。おかげさまで目標の10万ベル達成いたしました。オープンを楽しみにお待ちくださいまひ。ことは、まあ、この中で、まあ、新鮮なのはことぶきさんとハッケミーって感じかな。やった、募金が目標の金額になった。ゆめみさんとかおればいいのにな。ね、まあ、あの怪しげな空間はこの開放的な場所じゃできんかな。で、このさ、この中にも入れるようになったらいいのにね。どうも、今日の髪型は。あら、エナさん、いらっしゃい。ちょうど試してみたいヘアアレンジのアイデアがあるの。お、まだあるっぽい。これは、あの、アイデアを出し尽くしたらカットリーナはもうおらんくなるんかな。試したいです。 OK、 じゃあこの椅子に座ってちょうだい。あ、頭にかぶってるものは外してからね。うんうん。どう？今まで何回かやってきて、二つだけやったよ、私が可愛いって思ったの。それじゃあ始めるわね。どうやろ。もう可愛いのなかったりせんよね。
男の子だね。はい、できたわよ。とってもいい感じね。嘘つけ。どう？このアレンジは気に入ってもらえたかしら。いやー、全く。あらあら、好みと違った。ごめんなさいね。じゃあ元のスタイルに戻しましょうか。お願いします。わかったわ、すぐ元のスタイルに戻すから。もう少しだけ待っててね。特に今の服装とのギャップがすげえ。てかどうやって戻しようよね。どうやって短いのから長いのに戻しようよね。はい、これで元通りよ。お気に召さなかったかもしれないけど、一応覚えておいて。気が向いたらまた試してみてね。それじゃお疲れ様でした。新しいヘアアレンジを教えてもらった。姿見やドレッサーがあれば好きな時にイメチェンできる。あと何種類ぐらいかな。もうだいぶ揃ってきたね。めっちゃいいね。いやー、よきっすわ。なんかすごいウキウキするバザーって感じ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ここ、次回で全部揃うわけやけど、全部揃ったらなんかあるんかな。特に何もないんかな。何かしらちょっとお祝い的なね、イベント欲しいよね。